爆弾は核兵器の一種で核分裂連鎖反応や核融合反応を利用した爆弾。現在では特に航空機から投下される自由落下型核兵器を指して核爆弾の用語が使用される。初期の核爆弾の模型ウランやプルトニウムを核分裂させそのエネルギーを使用する核爆弾のことを原子爆弾、重水素などを核融合させそのエネルギーを使用する。 核爆弾のことを水素爆弾という。初期の核兵器はいずれも航空機から投下される航空爆弾として運用された。米国のリトルボーイマーク1、ファットマンとファットマンから派生したマーク3、英国の核爆弾ブルーダニューブマーク1、及び水素爆弾イエロー3マーク1といった開発当初の核兵器は大きくかつ重く、 同じく開発されたばかりの弾道ミサイルに搭載して運用するには課題だった。第二次世界大戦が終わって間もなく各国で核兵器の開発が盛んに行われた1950年代には有効な核兵器運搬手段としては大型爆撃機しかなく、それゆえ核兵器は航空爆弾として運用されたのである。人類史上初めてかつ唯一実戦で、 核爆弾を使用したのが米国であり、10日先は日本の広島、長崎である。研究が進み核兵器が小型化され、ロケットの性能が向上すると、核兵器の主力は核弾頭を搭載した弾道ミサイルとなった。1960年代になり、米国のマーク57のような小型核兵器が開発されると、核爆弾は小型の航空機にも搭載できるようになり、 短座の戦闘爆撃機による各攻撃ミッションが各国の空軍部隊で採用されるようになった。その後、米国の B61 のような威力可変型核爆弾が開発されると戦術用とのみならず戦略任務も課せられるようになる。B-61 自由落下核爆弾。奥が完成状態、中断が分解状態で、 手前下段のマットに乗せられた部品から構成される。核弾頭はマット状の部品のうち中央上方やや右の砲弾型金属ケースの物体航空機等下型核爆弾では核爆発による時期の被害を避けるため特殊な運用がなされる。その一つであるトス爆撃方法では航空機は目標直前で急上昇しつつ核爆弾を切り離し目標上空へ 核爆弾を放り上げる。航空機は、核爆弾が上昇から落下に移る時間を利用して、核爆発の影響圏内から退避する。また10日後に、パラシュートが開き、落下速度を減じるパラシュート減速爆弾では、核爆弾の落下そのものの時間を利用して退避する。冷戦期の核保有国の空軍は、多数の航空機投下型核爆弾を配備し、核攻撃任務を担っていた。 しかしながら冷戦が終了すると、軍事予算の削減の影響で、これらの核爆弾は1990年代後半から順次退役し、各国とも核戦力を主要な核兵器に絞り込みつつ、ある。その中で巨大で、目標になりやすく、かつ攻撃に脆弱な空港という施設から運用される航空機による戦略核攻撃部隊は真っ先に削減対象になり、 多くの国々で自由落下型航空核兵器が退役した。また航空機発射型巡航ミサイルを運用する爆撃機部隊も一部の国々を除いて退役が進んでいる。各拡散防止条約体制下では核兵器の保有は一部の国々の特権となっているが秘密裏に核兵器を開発した国々やそもそも NPT に加入せずに核兵器を開発した国々もある。 まず核兵器を保有して戦争への抑止力とし時間を稼ぎつつ運搬手段の開発を進め核戦力に実効性を持たせるというのが各国の趨勢である。それゆえ国内に発達した原子力産業を運用する技術力を持ちかつ大型ロケットを開発運用する国家については事実上各武装補加可能であることから他の国より潜在的には 核保有国とみなされる場合もある。ありがとうございます。